まずはこちらの衝撃映像をご覧くそせ、これこれですよ。こちら3年前のウィラプリ2018の動画なんですが、今までで一番ね衝撃を受けたプレーですね。この動き、皆さんもご存知、ウィラプリ2018で最強時代を築いたオーバメヤン、ピエール・オーバメヤンね、ドルトムント時代のオバメン、またあの動きを見てみたい。ということで今回の曲はウィラプリ2021で最高の環境を整えて2018のようなね最強時代オバメ再現できるんじゃないか、やっていきたいと思います。あの時代オーバメヤンがとにかく最強でね、今回過去に当てた FP オーバメヤン使って、もちろんねあのこの能力でも強いんですが、なかなか現環境でお相手の使ってオバメヤン見ることなくなって、ただやっぱり能力見てもねポテンシャルだらけの選手だからね。しかも未だに記憶に残ってるもん、お相手さんのねあのオーバメヤンの衝撃的な抜き出し、もう UFO を見た時ぐらい衝撃だったもんね。これオーバメヤンはもはや UFO ですよ。この動き確かこの動画見た時思わずねピカチュウみたいな動きって言っちゃったもんね。それぐらい速くて、で自分もねやっぱりオーバメヤン2018使う時もやっぱ早いんすよね。そうこのオーバメヤンがまた見たいということで、今回は早速2021で2018でオバメ行きましょう。一夜限りのドルトムントオバメは2018時代復活だ、行きましょう。校長ケビン・デブライネパスは置いてるからね。オバメのあのねウィラプリ2018最強時代のやっぱ動き、そこに出せる選手も整えております。これはもう最高の環境、これ見てください、黄色黒、これ完全にドルトムントですよ。これもうドルトムントユニみたいな感じやから、これがねオバメヤンを覚醒させます。このユニフォームが思い出させますよ、あの頃を。これがねオバメヤンを覚醒させます、このユニフォームが思い出させますよ、あの頃を、ね、よりねよりちょっとなんかすごい動き出しになってる気がするけど、気のせいかな、動きがなんかやばくない？めちゃくちゃ動きいいんだけど、動き良すぎてフルパワー。じゃここのデブライネがオーバメヤンをよりねより覚醒させます。そうさあ、そしてカイルウォーカー、なんか動きえぐいぞマジで動きが止まんない、すっげえ動きしてるんだけど、アイコニックオバメヤンみたいな。うわっし、今でもね動き出しやばい。サイキュー、結構ねお相手硬いっすけど、はいはい、うわーこれは突破からマジでなんかアイコニックなってるこれそれぐらい動きやばいんだが、ガチでなんかアイコニックオバメヤンみたいになってるけど、バフがかってるね、ブーストブーストオバメヤン、一人だけね動きがウィラプリ2018になってますよそれぐらいやばい、勝手に感じてるだけかもしれないけど、これ見てすごい、いける、いや暴れ回る男。さあここはドリブルをちょっと見せるか、うおっやばやばすぎる、うそでしょ、ちょっと待ってちょっと待って、これマジで2018オバメ、いやちょっとねこの動画伝説になるよこれ、マジでドルトムントオバメヤンだもん2018の。さあボアテンク、ラッシュフォードにも負けない、あの抜き方でオバメヤン警戒しない人はいないですよね。くうわーっそ、惜しい惜しい、やーべえこれ、これはハーランドだがノイ、うわーうまい、ラッシュフォードはい、いやーえぐい、もう2018やこれこれ2018のオバメヤン、もう確信しました今、ドルトムントに似てるユニオンね着せたオバメヤンは完全に思い出しました、あの頃アイコニックオバメヤンこれ
や、やばい無双してこれはね、ドルトオバメです。黄色いんで決定力もこれ上がってるよ。ドルトムントオバメ、またまた行きましょう。ドルトオバメ、どんどん行っちゃうよ。調子普通。思い込むことって大事なんだね。そう、これはドルトムントオバメ、これはドルトムントオバメ、まあ、自分に自己暗示のようにね、言うことで、いや本当にそうなってる気がするもんな。これは気のせいじゃないはず。そうなんだ、気のせいじゃないはずなんだ。そう、そういうこと。あー痛いよ、腹が痛いよ。お、これミニブレイク、ミニブレイク、惜しい。オフサイドが多分ギリギリかな。ミニラインブレイク。ここにデブライネがいる。さあデブライネから、おまめやぐわー2018、これが2018。おまめさあデブライネから、おまめやぐわー2018、これが2018。おまめ、本当にこれウィリアブレ2018かもしれない。あの勝ち方と抜き方、突破力、まさにオバメだもん。そういうことです、そういうことよ。これやめてー、これだってこれ2回あれ、これルーベンだった、さっきのレッドじゃないこれ。さあルーベニアス、レッドが、さらにオバメアンはね、怪我してないというこのヤバさね。これオバメだ。そう、そしてコントロールカーブ、怪我耐性強すぎ怪我してないのあれで、2回もあったけど。いやもう神ってる、この男2018へ舞い降りてます。完全に1人だけ時空が歪んでる。オバメハットトリック、アイコニックドルトオバメです。もちろんオバメアンをね、2018を意識した、まあ、動き出し見てるとかね、絶対的にオバメ見る。ドリブルもね、スピード生かすとこやってるんですけど、こんなことある？ビビるレベルのヤバさでね、あの時代のオバメアンだこれ。もうさあここで、うわ落ち着きのヤバいし、シュート抜き出しレベチです。もう彼はパスだね。いやーただうまい、いやそう、うわー惜しいあれオーバーエッドするという、そのアイデア最高だ。そういうことよ、そういうこと、そういうことです、そういうことです。落ち着きだ、ドリブル。ドルトオバメはね、どんなレジェンド選手も私も止められない。なんかオバメだけ見てたら新世界だねこれ。そして抜け出す、オッケー、よいしょ、まだ行く、まだ行く、まだ行く、あーおかすいっそう、そういうことです。ナイスドリブル、トトリック勝利、3得点、まあ、プジョルドのね、この1対1のところ、まず裏制した後ですね、ここのドリブルがね、キックフェイントのあとね、オバメに恋をしました。もうオバメやしか見えません、見えないんだオバメしか。デブライネ絶好調、デブライネの調子の良さ、いくぜラスト試合暴れるぜ。さあフェイント、そう来ました、うわこれ PK ですよ、よし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 。あそこでね、パワーゲージをもうフルマックスで見せることによりね、 PK を獲得することができる。ドラッグバックからのね、ワンツーで、これもオリバーガーのど真ん中をね、ぶち抜ける男です。オバメのメンタル最強、最強のメンタルを持ってる。ベリンガムからオバメやん、もう抜き方がチーターです完全に。もう2018ですね、もうなんかそれが当たり前の状況になってきて、驚きがもうなくなってることに驚いてます。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、クラッチョー無理だったさすがに。ふう、抜き方チーター、あーうっそ、ドラッグバック裏ガイド、あーラストアウトなんなかったけどね、
もうドルトバメでした。いやー、オバメヤン見せてくれたね。もう2018オバメでしたね。もはやあの一人スルーパス5人抜きはですね、2018を超えた瞬間ですね。久しぶりにオバメヤンのあの理不尽感味わえたね。いやもう満足ですね。最近だとやっぱアイコニックの選手とか増えて強い選手多いんですが、もうこれはですね、アイコニックオバメヤンです。完全に黄色ユニでパサーがいたらもうそれはアイコニックオーバーメヤンです。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプラネット。